やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人こと町田職人浜です。現在2023年10月2日月曜日の19時57分ですね。はい、先ほどですね、闇芝居11期の最終回見て、そして今寝とけの女の子は、寝とけの夢は女の子じゃないと思ったの3話見て、はい、ここからフリーエターナルサマーの8話ですね、Dアニメストアで見ていきます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、わけのわからないタイミングで広告を書いてきます。申し訳ないんですが、我慢しつつ、同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションを確認していただくということでお願いいたします。よし、では行きましょう。3、2、1、スタート。誠コーチしてんの？誠は子供好きなんかな？あの弟の、ランちゃんとレン君やね。あれ7話ってどんなところで終わったっけな。リレーとで鮫塚との個人では全員が鮫塚に負けてるから猛特訓しましょうみたいな話をゴーちゃんがしてたやろ。ほんで、あ、せいあの宗介が最後なんか部活休んでどっか行く言うて、それをゴーちゃんが目撃したとこで終わったな。なんかあのだおみくじ引いてたな、ほんで岩飛びメンバーで、レイはなんかあのはるか先輩がはるか先輩でいる限りそれはフリーですって言ってたね、確かあの進路のことを言ってたと思うんやけど、編曲のロコモーティブ。あ、そうそう、引き継ぎをせいせや強化しようっつってたやん。一人やもんね。早くちょっと関西イントネーション。ああ、なるほどね。昨夜の話だったんや。あ、全員で行くんかな。
なんか意味深やな、はるか。あ、そうです。宗介はどこ行ってたのかな。誰、愛一郎か。無茶するとできることもできなくなる。タオルかわいいな。おお、差し入れ。後ろの子は。隼人君ね。キスミ？シゲのキスミ。キスミ、すごい名前やな。シゲのキスミ。シキのか。あ、来た。これを見越してか。抗うな。
親に無理やりやらされてるとかが、僕のせい。溺れたんか。ああ。水が怖いんやな、ほんなら。トラウマなんや。はるかかな。じとめや。さ、佐野小学校だっけなっけ。弁当あーんしてた、何やったのね、あれ、中学の。あ、ゴーちゃん、金槌やったのか。沈んでたもんね、ずっと。役に立たん。誠も泳げなかったの？空が見えた。ほう。
塩焼けか。呼び捨てなったぞ。あ、キスミが見とる。ちょっとしんみりするね。みんな寂しがるんちゃうこれ。え、ユータ、え、は、え、ユータ、ハヤタ、え、ハヤト。お。お。ん、ヨウコと誰がおったっけやと、ユナと。ショーを出たっけ。ってなるわな、そら。キスミ。肩が治った。
病院に行ってたってこと？はあ、そうすけど、怪我を隠したってことかい。さあ、今回子役に知ってる声優さんいるかな。早っ。ちょ、あとでもう一回見させてもらいます。失速のフォーミング。もう真面目な次回予告やった。 See you next time。 はい、ちょいとキャストを見させていただきます。シギのキスミ、こんな字なんやね。鈴木千尋さんっていうのか、知らんな。隼人、藤村あゆみさんっていうかな、知らんな。うん、まあまあ今回ね、まずは、まあリレーの引き継ぎの、まあ、練習してる中で、いきなり、誠が、岩飛びスイミングクラブの、コーチかの手伝いすることになったと。でこれは何、そのまだ県大会の結果を笹部さんに伝えられてないからってことで、じゃあ俺が行ってくるわ。で、忙しそうやったから、じゃあ、手伝いましょうか。手伝ってくれってなったんかな。で、行くことだった。ここで、隼人君という少年が、水を怖がっていると。これみんなやったらどないするっていう話やったけどね。まあ、例のくだりがおもろかったね。これは泳げなかった。レイちゃんに聞くのが、だけど、レイはただただ沈んでただけだったもんね。で、ゴーちゃんは金槌やということが判明。まあ、これはあんま関係ないけども。まあ、そして、じゃあ、隼人君にどないするかという中で、誠、お前はどないしたんや。いや、背泳ぎで空が見えたから怖くなくなったと。で、この隼人君の兄貴がキスミという、ちょっとなんかあれやったね、はるかと中学の時仲良かったのかどうなのか、あれ、はるかが一方的に仲良くされてたのかな。ちょっとなんか嫌そうな、雰囲気出てたけど。まあ、ここはあんま気にせんでいいか。で、まあ、同じ方法で、まあ、うまいこと隼人君は克服したと。そして、まあ、コーチを今日で辞めるんやってことで、まあ、もちろんみんな寂しがあると。まあ、ちょっと今回ジーンとするいいお話やったなと思うけど、まさかキスミがね、ああ、じゃあ、ソンスケ刀折ったんやっていう、なかなか衝撃な爆弾を落として終わったね。あれは、せやから、献身日かなんかやったんかな。今日部活休んでちょっと出かけなあかんねんって言ったあれは検診のある日やったんかな。肩を手術したとかそういうことなんやろうか。うん、分からへんね。
まあなかなか衝撃の事実が分かったというところで終わりましたね。はい、以上フリーエターナル様8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから自己紹介1分でやります。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在コロナの影響で約3年8ヶ月仕事がほとんどございません。貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って応援していただきたいので、ぜひとも、URL をですね、説明文にあります、クリックしていただいて、できればチャンネル登録お願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM ですね、これも URL 貼ってますんで、まだ見てない方は見てみてください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして1285日目です。長いことやってます。2009年の4月25日からこのチャンネルを使ってます。そして、アニメのリアクション自体はですね、2021年の8月18日までのですね、推定2000本以上の、リアクションの動画自ら出て削除させられました。そんな地獄を乗り越えて苦しみながら、未だに活動をなんとか続けてます。何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。